はい、どうも、ビターズファクトリーの工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。簡単に話をしたいと思います。僕にはですね、弟子がおりまして、まあ弟子って言っても何か特別に技術を教えたとかではないんですが、まあ写真に興味あるものですねに対して、まあ使ってないカメラとかを譲って、でよかったら使ってくれと、でこれでまあもっと写真まあ撮りに行きたいとか、なんかこのカメラじゃ物足りんってなったら自分で買って、やったらどうやっていうことで、まあ入門として、カメラを譲ったり、してる時期があったんですが、その弟子が4人ぐらいいるんですよね。3人か4人かな。でその弟子と、プラス1人、カメラ経験者、僕よりも多分1年か2年ぐらい、カメラ歴の長いものがいまして、でまあその僕も含めてそのグループで、写真を撮りに行ったりとか、することがちょこちょこありまして、もう1年以上前ですね、最後に行ったのが。で3回ぐらい行ったんですけど、もうまあその弟子たちは、まあいいとして、カメラ歴僕より長いものがですね、もうなんでそうなんねんっていうようなことばっか言うんですよね。とか、なんでやねんみたいな、なんでそうなんねんみたいな、ほんまに多くて。でその3回目の撮影行った時なんですけど、まあとある駅に集合しまして、で確かね、遅れてきたんですよね、まず。で集合時間遅れる、別にね、あの遊びでやってることなんで、まあそんな遅れ遅刻とかね、別に全然許すんですけど、でまあええわと思って遅刻してきてすいませんって来て、あまあまあじゃあ行こうかって言って行って、で目的地まで、10分15分ぐらいですかね、歩いて行ったんですよね。でいざ目的地に、着いた時にですね、ここですって言うんですよ。でどれみたいな、あのまあ建物があるんですけど、門が閉まってるんですよね。でその門のところに貼ってる紙を見たら定休日ということで、なんでそうなんねんって、調べとけよ先に。なんかその予定を組む上でまず調べるやろそこみたいなっていうのがあったりだとか、でまあその場でもうそれが目的地で、もう目的がなくなったんですよ。でまあどこでもいいから、あのまあどっか行くとこ考えてくれと、このままじゃもうどうもならんと、もう昼前ぐらいです、それが。なんでまあ一日ね、あのわざわざ電車乗って行って、やってるわけですから、まあ、どうにかしてくれということで、じゃ あのこうしましょうっていうことで、次の目的地をね、あの急遽決めたんですよ。でじゃ あの先集まった駅に戻って、そっから移動することになるなっていうことで、来た道を帰って行ってたんです。でその来た道を帰って行ってる途中ですね、なんかまあ、僕と一緒にその、歩いてたんですよ、カメラ歴長井くんが。でじゃあ途中であのまあまあなんてことない会話をしながら歩いてて、じゃ あの急に今日酒飲みに行きましょう最後みたいな。でまあ別にそれはね、あのいいと思うんですよ。まああのこっちもお酒飲みに行こうっていうわけじゃないですけど、まあ、ご飯食べてお酒でも飲もうかなみたいな、まあぐらいのことはね、あの一緒に仲間同士出かけてるわけですから、もちろんそれは前提として出かけてます。で、まあ、お酒飲みに行きましょうよって言うんで、あええよって言って、じゃあ、あの、まあ、僕その時ハイボール
その時というか、その時はそうでもないんですけど、その時より、半年1年ぐらい前にですね、ハイボールにハマってた時期があって、で、ハイボール好きでしょみたいなこと言ってきて、いやもう今そんな好きじゃないねんけどみたいな感じで、まあ、彼の情報が古かったんですよね。ちゃんと僕のことを気にして見てないから。で、まあそんな好きじゃないけど別にええか、嫌いではないし今も。まあいいよいいよ、じゃあ行こうか、言うてたんです。ほんじゃその次の言葉、出てきた言葉に、唖然としまして、僕今お金あんまりないんで、お金貸してくださいって言ってきたんですよね。で、はぁってなって。で、まあ別にお金貸すことは、まあいいとして、お昼ですよ。お金貸すより前に、一個あるじゃないですか、関門が。お金貸す前に、まあどこでも今コンビニでも ATM とかあるんで、ちょっと途中コンビニ寄って ATM でお金下ろしていいですかとか、まあ銀行寄っていいですかとか、そういうのが、まあ無理やったとしたら貸してくださいっていう風にね、まあ流れとして普通なると思うんですけど、そこを飛び越えて貸してもらっていいですかって言ってきたんですよ。でも、何言ってんねやろうと思いながら、もうなんかその場のね、空気、他のものもいますんで、場の空気壊されへんな、まあまだ始まったばっかりやしみたいな。で、ああ分かった分かったって言って、まあ僕ももう怒りというか、まあこのなんかイライラは抑えて、で言う、分かった分かったって言って、でまあそんな話をしながら駅着いて、で駅から目的地まで向かって、で目的地まで、行って目的地で写真を撮って、でまあその写真を撮ってる間は特別、まあ集中してますし、まあ楽しい時間ですよね、その日の、目的ですからね、写真を撮ることが。なのでまあその場は特に何もなく終わって、ほんで、その後ですね、僕がですねちょうどフィルムカメラを持って行ってて、でフィルムがちょっと切れてしまったんですよ。で途中、近くにですね大きい電気屋さんがあるんで、そこでちょっとフィルムを買わしてくれと、まあ、全員他にいるものにも、ちょっとお願いして、あじゃあ全然いいですよっていうことで、寄らせてもらったんですよ。で寄らせてもらう道中、また僕はカメラ歴長井くんと、一緒に、まあ、なぜか二人で歩いてるんですよね、でまあ何やかんや言いながら歩いてたら、その子がですねなんかあって言い出して、でまあ僕は正直嫌な予感しかしなかったんで無視してたんですよね、大人げないですけど。じゃあまあ、無視してたら、なんか、ああ、みたいな、なんかまた、なんか言ってるんですよ。横で。どうしたんって言われたい感じでずっと言ってるんですよ。でも、もうしゃあないなと思って、どうしたんって聞いたら、僕そこの、電気屋さんの、ポイントカード持ってて、そこにめっちゃお金入って、まあ、ポイントがめっちゃ溜まってるんですよ、と。なので、そのポイントで、僕が買うフィルムをポイントで買って、ポイントで立て替えさせてもらって、で、後で現金を、返してくれたら、それでお金借りなくて済みますね、みたいなことをね、言い出したんですよ。で、もう、何言ってんやろ、こいつって、正直ね、思って。もう、思考回路がおかしいんかっていう。何言ってんのほんま、なんでそうなんねんみたいな感じで、まあ思いながらも、もうどうしよう、もうこれはもう我慢できひんけど、もう我慢するしかないって言って、まあ我慢したんですよ。でもう分かった分かった分かった、もうそうするそうするって言って、でまあ彼のカードを預かって、でフィルムをレジまで持って行って、で彼のポイントカード出して、ポイントカードでポイントでお願いしますって言って、で受け取って、商品受け取って、で彼にカード返して、で、お金を請求されて、いくらじゃあ返してくださいって請求されて、で多分
2680円とかでしたね、フィルム代が。ほんで請求された額が2600円っていうことで、80円だけ値引きしてくれたんですよね。もうそんなんやったら自分のポイントカード出して買った方がポイント貯まってんけって思いながら、もうええわどうでもええわもうと思って、もうなんかそうどうでもええわって思うことを思わないと、もうイライラが抑えれないんですよね。でもううわなんやねんって思いながら、結局その日は、なんかその流れで、お金もお金じゃないお酒も、まあ、飲みに行かず、普通にご飯食べて帰るだけ、食べるだけ食べて帰ったんですけど、なんかそのもうなんやねんと思うことがね多くて、でそれ3回目です。それがで1回目とか行った時はですね、なんかこう撮った写真をしきりにあの僕に見せてきて、なんかこれめっちゃかっこよく撮れてないですか、撮れてますよねみたいな感じで言ってくるんですよ。でも興味ないってって思いながら、もう僕も撮ってるんですよね。僕も撮ってるんで、僕が写真撮って構えてで、フォーカスとか合わせてる状態で横からちょっとすいませんみたいな感じで寄ってくるから、それもう邪魔すんなよみたいな。ほんでしかもね、自分の写真良くないですかってなんかこう自画自賛して言ってくるんですよ。もうなんか自画自賛されるのとかもすごい嫌で、別に自分がいいと思ったらいいでいいんですけど、それは人にそんな強要することじゃないやろっていう。でそれがねもうずっと何十分おきかとか何分おきかに来るんですよね。なんで1日にね10枚20枚、もっと見たかもしれないですね、彼の写真をカメラのモニター越しにね。でもうなんやねんと思いながら、で、2回目行くとき、行った、2回目に行ったときも、同じように今写真撮ってたら、横からこうまた来たんですよ。で、その1回目行ったとき、2回目行ったときの間で僕は彼に、もうやめろと、そういうのは。なんか人にその強要すんのやめろと。いい写真が撮れたの嬉しいんかもしれんけど、それは、いちいちそんな人が写真撮ってるとこ、わって入って、言うことじゃないやろと。っていうことで、ちょっと注意をしたんです。じゃあ2回目行った時もうまた、ちょっとすいませんみたいなので来て、ではーってちょっともう注意したのにまた言ってくるわと思って、もうはみたいな感じで言ったら、まあ彼はもうそのいい写真撮れたみたいなんで、まあ嬉しくて仕方ないから忘れてるんでしょうね。でそのはーって言った反応を見て、僕ので、あ言ったらあかんやったみたいなことをね、言葉で言うんですよ、それを。あ、もう言ったらあかんねやった、みたいな。そう、あって言って、あ、すいませんって言ったらいいじゃないですか。あ、言ったらあかんねやったんや、すいません、みたいな。そういう余計なこと言うなよ、みたいな。それも、言葉に出すべきもんじゃなくて、頭の中でこう、その言葉を出して、ほんですいませんにつなげんねやろうが、みたいな。ことがあったりですね。もう、まあ、腹の立つことが多くてですね。もう一年ぐらいは、行動は共にしてないんですけども、まあ、今後も、当分は行動を共にすることはないかと思います。っていう、なんでそうなんねんみたいな、なんかもうその思考回路がおかしいやろみたいな、どういう経緯でそういう発言をすんねんみたいな、ことがすごいあって、なかなかね直した方がいいんちゃうかなって正直ね、余計なお世話かもしんないですけど、思ったりもするんですけど、まあね、それは本人が気づかないと、まあなんとも、周りが言うだけでね、どうこう言っても反発するだけなんで、やっぱ本人にね、早く気づいてほしいなと、思っております。ということで、電池がこうグリーンって回るタイプですね。今は電池抜いてるかな。あれ、ついた。これでもちょっと今使ってる状態ではできなかったんですよね。この十字ボタンが下がちょっとへたってるみたいで、ちょっと押しにくいんですよ、ね。カールツワイスって書いてます。